やった。佐藤さん。じゃあ、あの小麦粉の量300、はい、うん、もう面白そうですよね。ちょっと読ませてもらって塞いでらして。体制とすると、お店は何人ぐらいで、工場で何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。現在ですね、工場の方が、5名、こちらのお店の方が、6名、7名かな、の障害の方が働いていらっしゃいます。そのうちの10名ほどで、1人は身体、1人は精神の方ですね。何年前になるのかな、もう30年以上前になるか、あの地域のですね、あの児童施設のですね、管理者が、まあ、焼き鳥屋さんの焼き鳥屋の、まあ、常連としてよく来ていただいて、いろいろお話しなんかするんですけど、その中で、あのうちには若い者が2、3人いて元気なんだけど、ちょっとあの社会体験に、ね、実習させてもらえないかなっていうのを話いただいて、なんか 僕たちが簡単にできると思ったら、やっぱり彼らにとってやっぱり難しい作業だったみたいで、もうやってるうちに体温でも肉が溶けてきちゃうんですね。これ困ったなとは思ったんですけど、そのみんなこう、ね、真面目にこう来て、もう楽しそうに作業してるので、まあいいや、来てもらおうと。半年ほど経った時にですね、その3名のうちのですね、1名が焼き鳥に山を作ってるんですね。どこすごいびっくりしたわけ。なんでびっくりしているかっていうと、僕の頭の中にこの人たちは焼き鳥作れないんだなって諦める気持ちがあったんですけど、現実にはそうでなくて、半年経ったら焼き鳥山が作れてる、向上心があったんですね。やっぱりそうやって、あの仕事に、ね、向き合って努力する若者に対してですね、やっぱりその彼らの生活を支援するってのは、やっぱりこれが大人の仕事かなと思って、じゃあ彼らのために何か少し人肌になるかと。だからもっと本当はもっとね、障害のある人がね、働くことがどんどんできてもいいと思うんだよね。